はい、えー。今回はですね、ブログで使う X サーバーの使い方ですね、まあ。X サーバーどうやって使うかっていう話なんですけれども、ブログに特化して、えー、使う機能、どんなものがあるのかっていうのを解説していきたいというふうに思います。で、X サーバーいろいろあるんですけど、これサーバーパネルにログインしましたで。いろいろ機能あるんですけど、ほとんど使わないですね。ブログをやるにあたって使う機能ってそんななくてですね、えー、本当にわずかな機能しか使えません。えー なので、まずサーバーパネルですね。まあ、他にもサーバーパネル以外にもあるんですけど、基本的にはサーバーパネルを使うことになります。で、えーまあ、主に本当に5つぐらいしか僕も使ってないですね。で、サーバーなんてほとんど使いません、正直。最初ね、インストールするときはかなり難しいなと思ったあーと思うんですけれども、実際インストールをした後はですね、そこまで使うことはないのかなというふうに思います。で、主に使うのは、まあ、パスワード変更は 使いますすすけどそんななにに重要ではないでではい簡単にできますでまずサーバー情報ですねサーバーバ情報は結構使うことがあります。というのも、新しくドメインを取得すると、例えばお名前 .com とかが有名ですけれども、お名前 .com で、えー、ドメインを取得しましたとなったときに、えー、このネームサーバー情報というのをコピーしなきゃいけないので、これを使うことになりますね。 えー、なので、これをおなんかコピーしたりします。ネームサーバー1から5まで、ねえー、コピーするところがあるので、それを貼って、えー、ネームサーバーを X サーバーの方に移管しなきゃいけないですね。えー、その時に使います。はい、これをしないと、ね、ドメインが使えるようになりませんということで、サーバー情報からチェックします。大体サーバー情報に、えー、この、ね、X サーバーの情報に関しては載ってますので、えー、それを参考にしていただければというふうに思います。 えー、あとはですね、本当に使う機能なくて、このワードプレス簡単インストールっていうのは、まあ、ワードプレスを始めるときに使います。これ、ドメイン選択して、適当に、まあ、これ今回インストールしないんですけど、このインワードプレスインストールっていうのを押していくと、インストールすることができます。まあ、このままの設定で、ですねあとは空いてるところに入力していけば、まあ、ここは入力しなくていいかな、ブログ名とユーザー名とパスワードとメールアドレスを入力するだけでもう簡単にできます。 で、確認画面進んでいただいて、そのまま進むというだけですね。はい、ワードプレスを始めるときには、このワードプレス簡単にインストールから始めます。で、えー、あとはですね、こうメールとかもあるんですけど、そんなに使,い使わなくて、えー、本当に緊急事態だけ使う感じで、僕は一回も使ってないですね、この辺の真ん中の列は。一回も使ってないと思います。で、ドメインなんですけど、このドメインは結構使いますね、新しくドメインができたときに。 追加したり、まあ、設定したり、削除したりできます。まあ、基本的にはドメイン設定追加って、こうこにドメイン名を入力して、確認画面進むという作業ですね。これ1分ぐらいで終わります。チェックは両方つけ,けておいて、確認作業を進んで、このままクリックを1、2回すればもうドメイン設定できますので、えー、本当にもう1分かかんないぐらいでできちゃいます。はい、簡単です。であと、サブドメイン設定はほぼ使わないですかね。 えー、DNS レコード設定。これはちょっと使いますね。Search Console に登録するときにですね、えー、使うことになります。Search Console 登録して進んでいくとですね、ある程度情報を入力して進むと、DNS レコードで、えー、所有権を確認してくださいみたいなあ表示が出ることが出ます。多分今は。あで、そういう DNS レコードが DNS レコードで確認してくださいとか、そういうのが出たらですね、この DNS レコード設定というのをクリックしまして、まあ、対象のドメインをクリックします。せまあ、選択するですね。で、DNS レコード追加っていうのを押して、ここに、内容というところに追加します。で、種別っていうのをですね、TXT、テキストですね、これ。まあ、これまで確認したのがいっぱいあるんですけど、テキストに入力して、内容を入力して、確認画面に進んでください。で、DNS レコード一覧でこうやって見ることができます。 削除したり変更したりすることもできますが、あ間,違っては間違ってやっちゃうと結構大変なので、もともとどういう設定だったかっていうのをちゃんと理解,した理解しておいて変更してください。もともとの設定が、ね、分かっていれば、まあ、間違ってやったとしても削除したり変更したり対応は可能です。えー、ですけど、もともとどんなんだったか分かんないってなっちゃうと、ね、元に戻せませんので、えー、そこは気をつけてほしいなと思います。あとは SSL 設定ですね。これもまあ使います。 この独自 SSL というのは今、絶対に必要です。ブログでアクセスを取るためには絶対に必要です。これ1個って書いてありますけど、大体0か1なんですね。で0ってなってたら、まあ、SSL 化してないということなので、選択数。これは簡単です、選択るで。まあ、これはもう終わっ、ね、設定されてるんで、できないんですけど、まあ、ここでね、独自 SSL 設定追加から、えー、設定済みになってない場合は、設定するみたいなボタンがあるんで、そこから設定していくということになります。 もう簡単です。これ全部1分ぐらいでできちゃうんで、そんなに、えー、難しくないです。エクサは難しいなんて思ってるかもしれませんけれども、本当、全部の作業が大体1分ぐらいで終わるものなので、えー、そんなに難しいものではないですで。アクセス解析もほぼ使わないですね。Google Analytics っていうのを使うんで、えー、使わないです。で、x アクセラレータ a、えー、これは使うんですけど、あのドメイン設定など、最初するときに、選ぶ画面があるんですよ。 先ほどチェック入ってるんですね。X アクセラレーターを有効にするっていうのね。独自 SSL も入ってるんですよ。なので、このチェックが入ってるんで、基本的にはこの設定をした時点でもう大丈夫なんですね。なんですが、あえー、たまにミスったり、SSL 設定ができませんでしたとかなる時もあるんです。その時にまに使いますね。SSL 設定も、このアクセサーレーター、アクセラーレーターですか <laughs>。もうお、そういう失敗してしまったとかあ、設定できませんって出た時に使います。 うんまあ、あのお名前 .com でドメ,インをとドメインを取って、そこからドメインを設定するってなるとお、ネームサーバーをね、先ほど移管するって言ったんですけど、そ,その作業がちょっと遅くなる場合があるんですね。でそういう場合に SSL 設定できませんでしたという表示が出ることがあります。なので、えー、そういうはまは、まあ、しばらく時間を置いて SSL 設定、ここを押して設定していくことになります。はい。えー、これぐらいですかね。あとは、 本当に僕も使ったことがないような機能なんで、X サーバーさんにそのつどそのつど問い合わせてやっていく方が早いかなというふうに思いますね。それぐらい、その X サーバーは、ね、ブログ解説時は結構大変なんですけど、解説してしまって、SSL 設定もして、ちゃんと設定すれば、その後はそんなにいじくることはないかなと。DNS レコード設定ぐらいですかね。あとサーバー情報、この2つをちゃんとチェックできるようになっていれば、そんなに問題はないのかなというふうに思いますんで、まあ、 もっと専門的に、ね、ホームページを作ったりとか、まあ、そういうことをしたいという場合はあもっと詳しく知る必要があるんですけれども、まああのー、ブログを運営する点ではこれまで解説,したあ解説した機能だけで十分だというふうに思いますのでぜひ、えーまあ、むやみにいじくっちゃいけないんですけれども、まあ、修正はできますので、えーまあ、軽く、ねえー、見てみるのもいいのかなというふうに思います。まあ,あんまり使わないので、ね、そんなに重く受け止める必要はないと。 重く受け止める必要はないというふうに思いいますということで、今回はですね、ブログが、ブログを書くときに必要な X サーバーの使い方を解説しました。今回の動画は以上です。ありがとうございました。